こんにちは、奈良岡里子です。そしてあやぽんです。あやぽんだ、イエーイ。2人で今旅行に来ているので、パックのレビューをね、こちらです。パンダとトラの2つセットになってる動物フェイスパック。パンダ話題じゃん。そうだね。なんで生まれたのあれ。生まれたよ、もう公開スタートしてから。そうそう、しかもこれそうシャンシャン、しかもこれね、すごくない。上野動物園が協力して作ってるらしい。だからシャンシャンってこと。そういうことじゃない。この商品の売り上げの一部はジャイアントパンダ保護サポート基金動物園すぐシャンシャンする寄付されます。いい気がするよね。買うことによってプラスになるのかなって考えるといい人になった気分がする。そんなパックです。ということで、ちょっと私はこのパンダやりたいんだけど。私もなんだってこれやだ。なんで、可愛いじゃん。プロレスラーみたいになるからやだ。いいじゃん、目標よ。こっちがいい。いや、なんで可愛い子がプロレスラーになりたくない。やだミミッキー、じゃんけんしよう。いいよ、最初はグー、じゃんけんぽい。かわいいのいただきました。かわいそう。え、それパンダの真似。そうやっていきます。はい、ということで、お風呂を上がってきて、まあ、すっぴんの状態になったので、この状態でパックをしていきたいと思います。私より先にちょっとあやぽんがね、つけ終わったらしいんで、ガーッ。え来てすごくない。え、ちょっと思ったより似合ってんだけど。めっちゃ似合ってない。え、もうライオンキング、そのシオンの映画に出てきそう。出てきた。すごいね。意外とさ、ちゃんと顔に合うんだね。そう、すごいよね。なんかもっと浮くかと思ったら、ちょっとこれ似合ってるなって思った。似合ってるわ。バカにしたけど、ちょっと可愛い。いい、じゃあ私パンダつけていきましょう。なんかさ、このご使用方法が面白いね。パンダになりきりましょうって書いてあるけど、もうささくってんのよ、ここ。本当だ。4ささくってからすげえ綺麗になってる。こっちはみたいなのってなってる。おお、ちゃんともう口元見えんじゃん。可愛い気がするんだよね。馴染みやすそうじゃない、白黒だしさ。うん、ほら、え、可愛くない。いいな、パンダが良かったよ。なんかぬるぬるしてる。そうなの。なんだろう、これすごいうるうる系なのかしら。よし、行くぞ。パンダ、笹が大好き。私は笹が大好き。え、もうできた。どう、可愛いでしょ。泥棒みたい。はい、いやいや、アイドルよ。上野動物園のアイドル、みんな日本人大好きなパンダでしょ。ほら、なじむし、これかき揚げ、ほら なんか泥棒みたい。ほら、どうなってる、これ自分でちょっと見た方がいいね。泥棒じゃん。口角が上がってる泥棒じゃん。泥棒だよ。しかもさ、その、ま、この絵面やばい。ちょっとこう、全然可愛くないんだけど。思ってたのと違う。思ってたのと違う。なんかこっちの方が可愛い。よかった。てか多分ね、マスクどこじゃなくて、結局可愛い子がやれば可愛いんじゃないかって思えてきた。時間はこれで15分か20分ぐらい置いてから外してくださいってことなんで、ちょっとね、15分いようか。この間誰にも会いたくね。はい、ということで15分経ったんで、私ちょっと外していきたいと思います。アイフォンはちょっと気に入ったみたいなんで、20分長くつけるらしいです。アイフォンのこのしっくり着方がすごいね、立体的に。なりきってる。さようなら、ペロリ。あ、化けの皮が、化けの皮、化けの皮が剥がされた。なんか悲しい。今日は実際どうなんでしょうか。あ、すごい、なにこれ、なんか超乳液みたい。すごい、ほんとオイルなの。乳液、うん、乳液塗った後みたいな。すごいよね。あ、すごい、あ、もちもちだ。クマザサがエキスかな。やっぱササかな、パンダだから。あ、ササなんじゃないっていうことなのかなって思ったの。いや、トラはトラは二の次かな。嬉しいじゃん。いいかもしれない、すごい潤う感じがするから、これから乾燥のシーズンありがてえじゃん。確かに2枚入ってるし、友達同士で、ね、そうね、やるのとか楽しいかもね、うんうん、あといっぱい自撮りしたくなる。ロフトで私は買って2枚で800円ぐらいだとか、まあ、まあまあまあ面白いんじゃないでしょうか。ぜひチェックしてみていかがでしょうか。ということで、さようなら、あやぽんこのまま。バイバーイ。ガオー。完璧。